こんにちは。あれ、はい、今日はあれ、びっくりした。いつもとなんかフォルムが違うでさちょっとこんな感じでお届けしますね。あのいつもここにいるあのクマさんはあそこにいますんで、あっち側に何口押さえとんの、うん、声が入っても大丈夫ですから。あなたは、ね、今日ディレクターなの、カメラマン兼ディレクターなの、はい、ね、相変わらずいいねってことは今日はさゆみちゃんが MC ってことで、はい、やってみます。ね、びっくりしたMC だからこの格好なの、まあ、そうこの後僕と同伴でどっか行くみたいですけどねはい、で今日は何をするの、僕呼ばれてきたけど、はい、今日はトレンダトレというゴルフのウェア、トレンダトレのブランドを作ってる方ですよね社長さんですよね、デザイナー兼社長さん、はい、すごいよ。うん、でもさっきちょっとあの打ち合わせの時に見せてもらったのよ、はい、ウェア可愛いよ、可愛いし品があって、はい、なかなか素晴らしいと思います。はい、はい、トレンダトレの、はい、なおちゃん、なおちゃん、なおちゃん、はい、なおさんですね、はい、なおちゃん、はい、よろしくお願いします。お願いします。すごいですね。え、社長さんでしょ。お願いします。え、広報の人とかだって社長さんなんですよねすごいな、デザインも自分がしてんの。そうです。これもそうみたいだよ、うん、今までにないものを作りたくて。すごいですね、うん、ちょっと、はい、どうぞどうぞ全身ね、これゴルフウェアなんでしょ。そうです。かわいいね、うん、着れるんじゃない。私着たはい、ということで今日はちょっとレッスンをするの、はい、それとすごいね道具、びっくらこいた。ああ、いやすごいよ。お金かかってます。やり手やねなかなかのもんだよこれ必需品ですから、ね、まあね、季節はね。でゴルフはどれぐらいやられて。あ、もうだいぶやってる。はい、結構頑張ってます。10なるかな、うん、ベストは81です。すごいじゃん、女の子で80ってすごくない、うん、で、え、アベレージはレディースカーだと90叩かないぐらい、うん、80、はい、相当うまいじゃん。やった、教えてもらったらスイングはめちゃめちゃやばいです、うん、ね、やばいって大丈夫でしょ。え、で、苦手なクラブはパターです。そうですか、なるほど、なんとも言えんな、そこでな、はい、ドライバーの飛距離伸ばしたいって。あ、そうです、ドライバー飛距離、ドライバーの飛距離も伸ばしたい。で、9番アイアンだと何ヤードぐらい飛ばれるの。9番だと、うん、90ヤードぐらい。で、ドライバーだと160から180、うん、了解です、はい、ちょっと一回見てみます。いいですよ、じゃあとりあえずじゃあ9番ヤン打ってもらって、9番とドライバーを打ってもらってちょっと見ましょうか。お願いします、ね、見て、はい、よろしくお願いします。じゃあ最初9番ヤンから打ってもらいましょうか。はい、うん、いいっすよ。めちゃめちゃうまいじゃん。何でもいいから好きに振ってね。はい、オッケー、じゃあ次ドライバー行きましょう。で、大体93とか90何ヤードだよね、今のね。そうですね。T は自分でやってね、高さどこ。はい、すげえな。とりあえずちょっと気になったっていうか思ったことだけ言うよ。
まずそこで構えてもらって、一回素振りしてみようか。構えて、はい、はい、よいしょ、はい、よいしょ。で今素振りするよね。で素振りするときにもう一回置いていただいて、まあ、一生懸命これを振ろうとしてるのは分かるわけよ。こう構えた状態から一生懸命ここを振りたいわけで、そこで頑張って下頑張ってるわけよな。頑張ってこう下を頑張って固めといて、動かないように上振ってるわけで、それで当たってちゃんと飛んでて軸も取ってるから素晴らしいの。だけどそれってもったいないのは、こう適当にこうやって走ってんだけど、下が全くこういう感じなわけよやり方としたら分かる、こういう、うん、どうするかって言ったら、じゃあこの状態からこうしてごらん、うん、この状態にこうしといて、もうこれいつも僕やるんだけど、みんなにここに玉があって、ここの玉を適当にこう横に振ってごらん、はい、横にピョーンってパーンと振れるね。でこれ見ててすごいのは、もうこの子、この子って言ったわけな、なおちゃんはい、なおちゃんはすごいのは、今勝手に振らしたでしょ、勝手に振らしといて、もうここで、はい、そのまま振ってください。左畳むんですよ、ちゃんと。これできる子あんまりいないですからね。私できなかったよな、いなくまなんかもうガチガチでこうですよ分かる。でもう一回振ってごらん、ビュンって、はい、そのまま、はい、ビュンって、はい、OK。で今度もう一回構えといて、足を使わずにこのままな、正面向けたまんま手だけでこうやって横に振ってごらん、ビュンって振ってごらん、ビュンって、もっと思いっきりビュンって。でそのスピードはそれぐらいしか上がらないでしょ。いい？で今度はこれで横にこうやってビュンって振るときに、もう全然こう足踏みして動いていいから、はい、すごく振れない、振れますよね。でそれをじゃああなたのスイングに応用すると、構えていただいて、はい、構えていただいて、はい、こう球を打たないよね、そこで打ったら僕死にますんで、はい、構えといて、はい、構えた状態からアドレスも綺麗に取れてるし、バックスイングもできてるのよ。ただ問題はここが全く使わずに神主さんみたいになってるからこうしといて、こういうスイングになってるからもったいないから、打つ時にどうするかって言ったら、自分でもう少し動かしてみる、はい、そうじゃあもう一回こうしてごらん、はい、この状態から足踏みしようか、足踏みして横に動くとちゃんと動くよね。でこれが今度少し前傾してくる、この位置、ここじゃないよ、ここからここに変わった、でこの辺りを振る、もうちょっと下がる、この辺りを振る、もうちょっと下がる、この辺りを振るって、足動かせるでしょ、分かるかな、そうそれで一回打ってごらん、軸動いてもいいから、はい、構えて、もう少し足動かした方がいいよ、はい、構えといて、で膝曲げといて少し、はい、そう足を踏ん張ってくる、そうで今度一つ忠告すると、この状態から今までのスイングは止めといて頭をできるだけ動かさないようなイメージで振るのね。だからすごくいいの、ミートするから。だけどスピードが上がらないわけよ。でどうするかって言ったら、この位置なんだけど、もうどんどん動かしちゃった方がいい、下を。自分止めちゃうから、止めても実際問題は多少は動くんだよ。だけどもうちょっとこう積極的に動かしてもいい。その代わり動かそうとするとよれてくるから、こうやってで、よれてくると何言われるかっていうと、振りすぎだからとか動きすぎだからって絶対言われるわけよ。でしょ？じゃなくて構えといて、頭はこの位置、はい、そこでその場で足踏みしながら振るぐらいのイメージで、うん、そう、頭そのうちのその場足踏みで、アイアンは特にそう、そうで構えといて、どうするかって言ったら、少しテニスやったことある？あります。じゃあ今のスイングのサーブを蹴る構えがこういう風なわけよ。これだと動けないじゃん、わかる？この状態から動けないじゃん、こうでしょ、こういう感じでしょ。これが今こうやって構えちゃってるから、うん、構えていただいて、はい、少し膝スコッとカコンって入れといて、はい、少し入れといて、はい、そこから、はい、よいしょ、
ドーン、そういう感じ、そういう感じ。ほんと体全体が動いたスイングに変わるじゃん。うん、あのイメージだけでも本当にいいんだよ。構えといて、ここを止めといて、体全体を使って振ってるってイメージをしてもらった方が、それがどうしてもここは止めておく、できるだけここも止めといて、上体ねじってポーンって振っちゃってるからな。ここは止めておく、体を全体を使って振ってるっていうイメージ。はい、やってごらん。そうすると強く振れてくるはずだから、はい、構えていただいて、ここ止めておいて、膝少し入れといて、そう、はい、そこから、はい、膝使って歩きながら振るって、こういう感じ。このスイングが全体が良くなるでしょ。分かる。スイングするときに、まあ、テニスやってたんだったら、今のだとこうやってこうやって打ってるわけよ、サーブを。だけど今まではこうやって打ってるわけよ分かる。こうやって上げといて、パーンってこうやって打ってやってるわけよ。それがちゃんと全体を使うわけじゃん、構えといて。でも全体使うとこれが動き始めるから、ここだけ気をつけといて、はい、そんだけで多分めっちゃ変わる。はい、で膝ちょっとクッと入れといて、サスペンション入れといて、膝のそうそうそう、でそこから踏み込む。これで OK です。めちゃくちゃいい、うん、音もいいし、うん、うん、これの方が多分そのなんていうかな、クラブだけ振ってるって感じにならないでしょ、うん、全身使って動いてるって形になるから。はい、じゃこれを次ドライバーで、ドライバーは特にそうで、構えて一回離れていただいて、はい、よいしょ、よいしょ、 OK。 じゃあドライバーも、じゃあ今とりあえずそれだけ考えて打ってみようか。はい、構えていただいて、アドレスも直さないから、まず構えてやることは、今までよりもこう、うん、サスペンション入れて、もうドライバー好きに振っていいから、サスペンション入れといて好きに振ってごらん。 OKOK、 全然好きに振っていいから、はい、OK。 これだけでも強く振れる感じは出てくると思うのね。今までの振りがやっぱりこう、できるだけ止めといて回して打つっていう感じだったから、うん、それに関して動いていい。で問題はドライバーの場合もっと動けるから、構えていただいて、はい、構えてごらん、構えといて、でボールのとこに来ていただいて、で今なおちゃんの構えがこうアイアンの構えの延長でドライバー構えちゃってるわけよ。こうまっすぐ構えてるの、下にこう分かる。アルファベットで言うと大文字の A なのよ。でこれがど真ん中に、これはこれアイアンの構えなので、それをこっちに移動してこれで構えてるから、これはこれで綺麗なの、すごくいいの。だけどこの状態からほんの少しだけ頭を少し右に持ってきてごらん。ほんのちょっとだけ、アドレスで、そう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 、ちょっと少し斜になるよね。こう下に構えた構えが少し斜になるよね、ほんのちょっとだよ。でそれができたら好きに振ってごらん。はい、バックスイング全然動いていいから、好きなように動いて、そう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 、うん、これで変わってくるから、うん、ね、今の構えだと構えといて、上げました、はい、下に下ろしていました。だけどここに球があるから、ちゃんと綺麗に当たってるからいいの。だけどこの状態から下ってきてるでしょ。でこれを少し、ほんの少しクッてやるだけで、この状態から少し上に振るイメージになるじゃん、わかるかな。これが逆にこうなると下に来るけど、頭の位置が少し右にあればこう来たらおかしいでしょ。上に振った方が振りやすくなるはずだから、もう構えて作っちゃうのよ。はい、構えて、はい、今までのアドレスすっごい綺麗だから、そこから、はい、頭を少し右に持ってきておいて、そうそうそう、そこから好きに動いて振っていく、そう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 、振りやすくない？振りやすい、うん、あとはもうどんどん好きに動いていい。振るっていうよりも動いちゃっていいから、もう足踏みしながらでも、ドライバーなんか頭を動かしても全然いいから、バックスイングで思いっきり動いて、はい、動いといて入ってくる、はい、 OK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 、 いいよ、はい、はい、そこから頭を少し右に倒す、 OK、 はい、そこから
はい。入れてくる。はい、もちろん。いいよ、いいよ。ドンいったね。ドン、いいよ、いいよ。構えて。今度ドンだったら俺が飛ぶでいいよ。で、今、構えるでしょ？面白いのは、面白いのはね、構えるじゃん、こうやって。センター取って、こっちに行く。こっから、こっから、こっから越すのよ。これ、これ、何も変わってない。だよね。俺も途中から最初2発ぐらい良かったんだけど、3発目ぐらいからこの状態からこうちゃうから違う、あのこの状態、この状態から今頭、これ頭がこれの上にあるわけよ、わかる？この頭の位置を少し右に持って、こっち持ってくるので、ボールがあるでしょ、でクラブヘッドがあって、その後ろ端ぐらいに頭がくるかっていかなきゃいけないんだけど、こうするからどうしたら壺に入ったもののけ姫かなと思った。こういうもののけ姫か千と千尋かなんか分かんないけど、あったじゃん、こうやってこうやってくるって回るやつあったよな俺あれと思った中で、はいはい、だからアドレス綺麗だよ、すごく綺麗。センター取りました、はい、センター取って、はい、でなんとすごいのはここにヘッド置かないから、ここにちゃんと置いてるから、これすごいのよ。だけどこの上にも頭があるじゃん、でこの頭をほんのちょっとだけ右にこうやって持ってくる。でそこからスキン振ってごらん、バックスイング入れて、入れてくる。そう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 、こうやったら OK よはい、そういう感じです。まとめるとアイアンもドライバーもちゃんと振れてるし、ただ振れてるんだけど、見ると振ってるのが、最初僕が見た感じだよ、構えて止めて振ってるのはここだけだから、ここ止めと、止めたままこれで振って、止めたままこれで振って、これはいいのよ、これでも全然いいと思う、当たるし、ただ距離は絶対出ないからだよね。野球でいうと投げるときにこうやって投げてるから、絶対動いた方がいいわけじゃんね、でどうするかって言ったら、アイアンの場合は、はい、ここからしっかりこう動くイメージ、構えて動くイメージ、で動かそうとすると今度絶対揺すってくるから、こうやって、揺すらずに頭この位置のままこういう、はい、でドライバーに関してはアドレスはできてるし、まっすぐのセンターの位置からこっちに移動して、クラブヘッドもこっちに置いてまではできてるわけよ。でこれ何もあったいい、はい、これに対してこの状態から同じく下止めて上も止めたままこれで振るから、すごく軸がしっかりしたいいスイングだけど、スピード上がらないじゃん、うん、だどうするかって言ったら、これに対して少し見て、僕そっちから見た時にさ、この構えとさ、この構えだったらさ、こっちの方がなんか上に振る構えに見えない？こう構えといて、こうしたらおかしいから構えて、そこからはい、少しティーアップのボールが上にあるわけでしょ、はい、ドライバーアイアンは下にあるけど、アイアンドライバーは上にあるから、はい、ここから、はい、少し上ってやっといて、そこから足を動かす、うん、その感じでいかがでしょうか。よろしい、ありがとうございます。まとめた後の最後の中で、はい、OK、はい、ナイス、素晴らしいよ。であとは何となくコツが分かってきたら、どんどんスピード上げればいいの、うん、でスピード上げるってことはどういうことかって言ったら、スピード上げるって言うと、ここをスピード上げるんじゃなくて、どんどん動けばいいのよ、うん、めっちゃ動いてくればスピード上がるから、もう一回打ってみようか、はい、めちゃめちゃスピード、あの走るようなもんだよな、ジョギングするのか歩くのか走るのかだから、構えといて手楽にしといて、思いっきり足動かしてごらん、好きなように、はい、そう、じゃあ強く振ったでしょ、うん、素晴らしい、素晴らしいと思います。今のは強く振ったっていうよりも強く動いたってことだよね、強く動くから強く振るって、早く振るっていうふうに思っていただければ、あ、ごめんなさい、はい、ということで、でも全然変わったでしょう、変わりました。
足の動きが。だから、うん、もう本当に最初見た時は、まあ、もともとがうまいじゃん。そのレギュラー、レディースティーからベストが81で、レディースティーからも90打たないし、でちゃんとミートもするし。だけど、まあ、見ると本当に自転車乗っておいて全くペダル漕いでないから、このままでこのままで行ってるからすげえなっていう感じだよね。もうちょっと動いた方が。でもそこで弊害が出てきて、動くとこの弊害が出てくるから、そこもちゃんと気にしながら動くってことやらなきゃいけないし、ドラマに関しては構え方な、うん、下にこう下に向かってこう下に向かって構えちゃってるから、これを下に向かって構えた後に少し上に、ほんの少しだよ、これをこうやってたらおかしいから、少し上にっていうイメージを持っていただければいいと思います。よろしいでしょうか。はい来た来たまた恋の出演だったからね、ほとんどこんにちはうわすごいね。え、それ何、ちょっとクリーム色になったその T シャツはい、いいです。ということで、綺麗になったでしょ、打ち方。もともとが上手だからね。はい、でもちょっと爆笑ありがとうございました。はい、はい、ということで、はい、トレンタトレンの、うん、URL もあの YouTube の方に載せときますので。ウェアだってまだそんなにないんですよね。まだできたばっかですよね、ウェアメーカー、はい、すごい可愛いウェアだから。はい、もうこれなんで、うん、他にもいっぱいありますけど、あのそれはインスタから、はい、インスタで、インスタも載せますので、インスタの方から、クリックしてみてもらえればいいかなと思います、うん。はい、はい、じゃあアンナ拓也のラクラク飛ばしチャンネルの方もよろしくお願いします、ね、はい、よろしくお願いします。サブチャンネルもよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、ベルマーク通知もお願いします。お願いします。